皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2024年プロ野球ドラフト会議サポーティドバイリポビタンデー24日。指名選手一覧、12球団のドラフト1位のくじ引き結果、育成指名終了まで完全網羅。日本ハム新庄剛志監督52が24日、ドラフト会議で来期も続投することを発表した。今期が3年契約の3年目。 自身の去就について明言を避けていたが、異例となるドラフト会議での続投発表となった。母球団の強豪となった命大、早産のくじを小村球団社長が外したが、福岡大王掘り最速149キロで高校通算19本塁打に投入柴田自身、レオ投手18を外れ1位のくじに登場し、ソフトバンクとの一騎打ちを制した。 1>, 1位指名後に取材に応じた新庄監督は、テレビを見てこの子欲しいと思った。9時の、相手はクライマックスで負けた国母ホークス。この借りはなんとか返すと。したら勝った。将来性がめちゃくちゃある。バッティングのバットの軌道が大谷選手にそっくりで、左中間にも大きいのが打てる。一緒にとにかくやりたいという気持ちはありますねと話した。 2006年に日本ハムで現役を引退してから、バリ島に移住するなど、球界とは距離を置いていたが、19年11年月には現役復帰へチャレンジすることを発表20年12月の12球団合同トライアウトに日本ハムのユニフォームで参加し、安打も放ったが、NPB 球団からのオファーはなかったため、現役復帰を断念することになった。 22年シーズンからは日本ハムの監督に就任ビッグボスと自らの故障を定めるなど球界の前例や常識にとらわれない練習やオーダーなど次々に挑戦して大きな話題を集めた2223年は最下位に沈んだが今期は貯金15の2位と躍進積極起用してきた若手が次々と開花して CS 第一シリーズでもロッテを破ってソフトバンクとの最終シリーズにも進出したソフトバンクには3連敗で敗退したが試合後には成長度は12球団ナンバーワンよく僕のやり方についてきてもらったとネを張り自身の去就に関しては今後僕がどうするかはドラフト会議が終わった時にしっかり答えを出しますのでちょっと待っていてくださいと話すにとどめていた どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。